アイテム番号 SCP-67JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-67JP はサイト81の大型標準コンテナに収容されています。コンテナ内には照明や光源を設置しないでください。観察や調査等のためにコンテナ内へ入室する際には財団指定のパッシブ型赤外線スコープを着用してください。ペンライト程度の明かりの持ち込みは許可されますが、懐中電灯のような強めの光源となりうるものの持ち込みは禁止します。その他、実験用等で光源を持ち込む場合、レベル3以上の職員の許可を得てください。ポイ1以前の旧収容プロトコルは別紙に記載されています。発見地点、当時の収容地点に新設された橋に異常性が発生していないか、定期的に調査を行ってください。説明、SCP-67JP は異常な現象が発生する橋です。対象は2000年、山口県、市にて発見されました。対象は市街地に存在し、一般人にもその異常性がある程度知られていましたが、目の錯覚、あるいは、子供の勘違い、として認知されていました。SCP-67JP は日出時間前後か日没時間前後に、ルクス以上の可視光線位置が当たることで覚醒化し、その範囲内に異常な現象を発生させます。覚醒時間中、橋の上に SCP-67JP 位置が2体から複数体映し出されます。SCP-67JP 位置は自立して行動する影です。大きさは15センチメートルから1メートル以上の大きさまで確認されています。対象は影を足場にして行動することが可能です。対象は進行方向にある影や足場の影をすり抜けることもあり、足場にする影と通り抜ける影を選択していると推測されます。20年現在、財団と SCP-67JP 位置との交流はなされていません。SCP-67JP 位置は、主に他の SCP-67JP 位置と戦闘を行います。この戦闘はどちらかの SCP-67JP 位置個体が消失するまで継続され、平均6分間ほど続きます。複数体の SCP-67JP 位置が出現した場合、SCP-67JP 位置はそれぞれチームを組み、相手のチームが全滅するまで戦闘が継続されます。戦闘の停止条件が満たされた後、SCP-67JP は非活性状態となり、SCP-67JP 位置は消失します。観測された SCP-67JP 位置の主要な形状は以下のものです。SCP-67JP 位置の形状。人型、15センチメートルから20センチメートル。最も多く観測される形状の SCP-67JP 位置。全体の 50% 以上です。剣や盾を持つ者、炎や雷を発生させる長い棒を持つ者、王冠を被った者と多種類の形状が存在します。不定形型、竜型に対して機体的です。同じ人型へも攻撃しますが、同じチームに対しては攻撃を行いません。明確な自我を持っていると考えられます。不定形型。25センチメートルから45センチメートル。不定型の SCP-67JP 位置です。アメーバのような、と報告される動作を行います。動作は緩慢ですが、積極的に人型の SCP-67JP 位置を攻撃します。知能はないか非常に低いと推測されます。竜型、90センチメートルから110センチメートル。大型の SCP-67JP 位置です。西洋の竜に近い形状をしています。最も観測される数が少ない、全体の、ものです。不定形型を指揮するような行動をとります。また、影を足場にせず、飛翔することが可能です。体当たりや炎の形状をした影を発生させ、積極的に人型を攻撃します。知能は人型と同等かそれ以上のものと見られます。以下、
SCP-67-JP1 個体は、人型、竜型、など簡略化して表記。この他にもいくつかの SCP-67-JP1 が確認されています。それらについては別紙を参照してください。SCP-67-JP1 の行動は、微細ながら、こちら、側にも反映されます。人型の持つ剣が振るわれ、SCP-67-JP の一部が傷つく。竜型の吐く炎の影に触れると、若干の熱を感じる。といった報告がなされています。影響の強さは、SCP-67-JP1 の大きさや行動力の強さに比例すると考えられています。ポイ、2000年8月5日午前5時41分。最大級の SCP-67-JP 活性事案が発生しました。確認された SCP-67-JP1 の総数は1200体以上。出現範囲は SCP-67-JP 上だけでなく、周囲の道路、森林の影に及ぶものです。700体以上の人型によって構成されたチーム A と、472体の不定型、38体の竜型、一体のヘビ型によって構成されたチーム B の戦闘が行われました。ヘビ型の SCP-67-JP1 はこれまでに確認されたもので最大の SCP-67-JP1 であり、全長は638cm、最大幅は 45cm と計測されています。この戦闘は2時間継続され、こちら、側へも甚大な影響を及ぼしました。周囲に存在する森林、道路は大きく損壊し、SCP-67-JP はこの戦闘の影響で全体の 22% を焼失、および破損しました。周囲に存在する民家も被害を受け、1戸が半焼しています。この事案には財団の機動部隊が収束にあたり、収束後にはカバーストーリー、地震、が適用されました。この事案を受け、SCP-67-JP はサイト、81、に移送され、収容プロトコルは現在のものに改変されました。損壊した部位は修復中です。発見地点に新設された橋には、2000年現在異常性は見られません。